はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、ミキア先生はヘンリー王子の書いた本スペアについてどう思いますかというご質問です。まあそうですね、まあ僕ね、ヘンリー王子の気持ちめちゃくちゃわかるんですよね。まあめちゃくちゃわかるっていうか、まああれ暴露本なので、まあ王室に対する批判をしてるんですよね。なので、まあイギリス国民の多くの人たちから反感買ってるのはわかるんですけれど、まあやっぱりヘンリー、まあかなりね、あんまりいい環境で育ってはいないっていうのがあるので、気持ちはわかるんですけど、だけど僕はやっぱりああいうね暴露本は出すべきではないって思います。はい、かなり辛い環境で育ってきて、特に幼少期ね、でまあ王位の継承のスペアって言われてたわけで、まあ弟なんですよね、お兄さんが王位継承するわけなんで、なのでそのスペアとして の境遇がね辛かったっていうことがね結構書かれてるんだけれど、まあ、それは置いといてですね、それよりもですね、僕かわいそうだって思うのは、やっぱり自分の父親がですね、ずっとそのカミラさんと不倫してたわけですよね。で愛する母親、ダイアナさんはやっぱり兄弟をですね同じように愛してくれたんですね。もうスペアだからとか、王位を継承するもんだからとかね、関係なく、まあ、自分の子供として、まあ、平等に愛していたと思うわけですよ。で、ヘンリーも自分の母親のことをね、やっぱり大好きで心から愛してたと思うんですけれど、まあでも自分のね父親チャールズはずっとカミラさんと不倫してたと。で自分の母親が辛い立場に置かれていて、まあ、結局離婚してしまったと。で離れ離れになってしまって、で挙句の果てに死んでしまったわけですよね、交通事故で。まあその交通事故死がパパラッチに追いかけられて、不意にね交通事故を起こしてしまって、たまたま運悪く死んでしまったのか、あるいは裏の力が何か働いているのかっていうのははっきりわからないんですけれど、まあそれが12歳の時なんですよ。12歳の時に自分の母親が死んでしまったわけですよ。だけどその時にヘンリーはですね、本当は死んでいないって信じてたらしいですよ。で自分の母親はパパラッチから身を隠すために死んだふりをしていて、いつかひょっこり現れてくれるだろうってしばらく考えてたとかね、そういうことを考えるとですね、めちゃくちゃかわいそうですよね。でそういう境遇で育ってきたから、ちょっとグレちゃうのってしょうがないかなって僕は思うんですけれど、はい、ただですね、じゃあ兄のウィリアムはどうかっていうと、結構ウィリアムはしっかりしてるし、特別グレてるとは思わないんですよね。で人間の性格って大体なんだけれど、生まれつきの性格が 50% で、あと環境によって形成されていく性格が 50% ぐらいって、まあ、よく言われてるんですよね。なので僕はヘンリーのちょっとやんちゃな性格って結構生まれつきのもので、ああいう風になってて、なおかつ育ってきた環境が良くなかったから余計それに拍車がかかっちゃったって思うんですよね。でどっちかというとウィリアムの方がしっかりした性格、もう生まれつきの性格で、でまあ育ってきた環境はあんまり良くなかったかもわかんないんだけど、まあそれを乗り越えて、まあ、自分もですね、ファミリーを持ってしっかりね、王位継承者としてやっていこうっていうのが見られるんで、僕逆にウィリアムがすごいって思うんですよね。でまあヘンリーはまあしょうがないかなっていうところがあるんですけど、でもまあ暴露本はですね、やっぱり書くべきではないかなって思うんですよ。まあ結局ウィリアムとヘンリー、まあ、同じような劣悪な環境なんだけど、まあ、全然違う方向に進んだっていうのはあるんですけれど、でそのスペアっていう暴露本の中にですね、結構ひどいことが書かれていて、まあ、自分は17歳でコカインをやっていたとか、あとは陸軍に所属してでアフガニスタンに派遣された時に、まあ、タリバンの兵士25人を殺害したとか、あとまあ王室批判とか兄との、確執とかですね、さまざまなことが書かれていて、で
ひどくですね、王室を批判してるんだけど、基本的に王室ってね、まあ、日本の皇室もそうなんだけれど、何かマスコミとか誰かにですね、批判されてもですね、基本反論しないんですよね。で、その反論しないっていうことを分かってて、散々批判する、一方的に批判するっていうのも、やっぱり僕はね、良くないかなって思いますね。日本の皇室でもですね、まあ、散々女性週刊誌とかにボロカス書かれてても、絶対に反論しないっていうところはですね、そこはそこで素晴らしいと思うし、まあ、それを分かってて批判する人っていうのもですね、まあ、あんまり良くないんじゃないかなっていうのがあるわけで、なので結局スペアっていう本を出すことによってですね、イギリスの世論調査だと、それに対して好感を持ったっていう人が 26% で、あと悪い印象を持ったっていう人が 64% なので、イギリス国民のほとんどはですね、暴露本に対して悪い印象を持ってて、で同じようにですね、アメリカで世論調査してもですね、まあ、自由の国アメリカなんですけれど、好感を持ったっていう人が 31% で、悪い印象だったっていう人が、38% なので、アメリカ国民でも悪い印象を持ったっていう人がですねの方が多いんですよね、っていうことなんですけど、なので僕はウィリアムはウィリアムで、ウィリアムも結構ですね、王位継承するっていう、その重責を担ってるわけなので、ウィリアムだって大変だと思うんですよ。で、逆に僕、ヘンリーって、その予備、スペアって言われてて、本人はそのスペアとして扱われていて、それが嫌だったって言ってるんだけれど、まあ、スペアだから、その後継者よりも気が楽とか、重責がないとか、そういうメリットだってあるので、そういうメリットを生かしてですね、そのチャリティーやるとか、国民とですね触れ合うとかですね、いろんなことをやってですね、それで好感度を上げていけばよかったのになって思うんですよね。で、本に書かれてあることでも、兄と比べて、まあ、部屋が狭いとか、周りの人の対応が自分の方が悪いとかですね、なんか割を食ったとか辛かったとかね、そういうことが書かれていて、まあ、そういうことに関してもですね、なんかメーガンがこういうこと書けとか、吹き込んだんじゃないかとかね、まあ、メーガンと結婚してからああいうふうに、ヘンリーは変わってしまったと、結婚する前はこんな子じゃなかったのにっていう人も多いんですけど、それはわからないんですけれど、っていう感じなんですよね。なので、まあ、もし僕がヘンリーの立場だったら、まあ、スペアなりにですね、まあ、優秀っていうか、まあ、立派な兄がいるので、後継者の兄がいるので、まあ、兄を立ててですね、まあ、自分はスペアで気が楽だっていうことでですね、まあ、結構好き勝手やっていけばよかったと思うんですよね。だってイギリスの王室って、ね、日本の皇室に比べればですね、かなり自由にいろんなことができるわけだし、お金だってですね、ある程度その自由に使えるわけじゃないですか。むしろ日本の皇族の方の方がですね、自由に使えるお金っていうのもですね、非常にその限られていて、行動も制限されるので、それなりにですね、スペアっていうメリットを生かしてですね、活躍してほしかったなっていうのはあるし、まあ、おそらくイギリスの国民もですね、僕と同じようなことを考えてるんじゃないかなって思います。はい、なので愚痴を言いたい気持ちはわかるんだけれど、やっぱりね、暴露本出すっていうのはですね、本当に好感度が下がるんだなっていうのがね、すごくわかりましたね。まあ、イギリスの国民、王室を愛してる人が多いので、その王室を批判されたっていうこと自体がやっぱり気分が悪いっていうのもあるし、あとエリザベス女王が亡くなられてからああいう暴露をするっていうのもですね、非常にその印象が悪い、好感度が下がったなって思います。なのでやっぱりヘンリーの行動を見て僕思うんですけど、どれだけ自分の親とか兄弟に不満を持っていて、ひどい扱いを受けていたとしてもですよ、仮に、でもそれをですね、世間に暴露するっていうのは本当に好感度が下がることなんだなっていうのを、その勉強しましたね。まあ、やっぱり自分はこれだけ辛い環境で育ってきたんだよっていうのをアピールして、本当はヘンリーもイギリスの国民とかアメリカの国民とか世界中の国民ですね、辛かったっていうことを共感してほしかったと思うんですよね。だけど実際には共感してくれる人の方が圧倒的に少なくて、ほとんどの人は悪い印象を持ったとか好感度下がったって言うんです。なのでマイナスの効果の方が
大きいので、なのでどれだけ自分の身内に不満を持っていてもですね、やっぱりそれは胸の内に留めておいて、まあ、自分は自分らしく自分の立場を生かして前向きに生きていくというのが本来の生き方なんじゃないかなっていうふうにね思いました。はい、っていうのが僕の意見です。ご視聴ありがとうございました。